で、なんかおでこしこういう観葉植物が好きみたいで、なんかここにバーッとやってくれっていうもんだから、まあぼちぼちやります。追加に合わせてどん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 と。できた。うん。じゃあね、増加取っていきます。9種類かな。差し色は赤になります。黒に塗装します。はい、こんな感じでね、黒く染めたら乾かします。なんで黒に染めるかは後々聞いてくるから。ここにブスって刺してくる。ブスブスって。はい、こんな感じで一つ目完成しました。で、発泡スチロール、あ、言えてなかったね今。作業やっていきましょう。やっていくよ。もう何時でも関係ないからね。大きい音なんないから。でね、前回、ここに植物生やしてたよね。で、それ1個できたところで動画終わってるんだけど、全部で4つなんだよね。残りあと1個だから、それを頑張って作っていくから。はい、この金具を植物の額縁の裏につけていきます。この2つのパーツが、ガシーンってこうなりますねっていう。ごめんね、なんかこっちのカメラさ暗いんだよね。ごめんね。じゃあ適当に金具つけていきます。もうないや、ボンド。このすごい静かな時にさ、こういう地味な作業すごいよね。よいしょ。が負けるとかある？見てこれ、ポッキリよ。こんなことある？気に入ってたのにこのニッパー、マジ？超ショック。超ショック。超ショックなんですけど、仕方がないね。ハサミでいくしかないね。できた。はい、完成がこんな感じになります。はい、横から見るとこんな感じ。うん、いいね、なんか生えてるって感じ。じゃあこっちは作ったばっかりだから、ちょっとボンド乾かすためにヒーターの近くに。よいしょ。こういう時は大丈夫でしょ。さあ、うまくいい感じにつけばいいんだけどね。よいしょ。はい、ラスト1個。うわ、やっちゃった。やっぱり乾いてないとダメか。ごめん、ちょっとちゃんと乾かすね。いや、申し訳ない。はぁ、悔しいな。とりあえず3つは、つけれました。残り1個、待ちましょう。どうしよう、じゃあその間何してよっかな。竹でもつけよっか、ここ。よいしょ。
こんな感じで油抜きしてある分の丈を全部施工しました。あ、半分以上あるね。あとこっちもあるしね。いや、やっぱ丈きついわ。油抜きしよっかな。やるしかないよね。丈ないもんね。じゃあちょこっとやりますか。いやー、でもなー、ヒーター使ってるからちょっとバーナーは危ないね。よし、ごめん、今日ちょっと短いけどここまでにしよう。ちょっとね、危ないからね。だから最後、あの観葉植物だけここにつけてさ、よいしょ、ここだけ完成させて締めようか。乾いてるかどうかちょっとまだ微妙ではあるんだけど、やってみようか。よし、着いた。よかった、できた、できた。あー、きつい。作業が重いよ、全部これね。引くとね、ウィーン、こんな感じに見えるよ。こんな感じで作ってみたかったの。かわいいっしょ。横から見るとこんな感じで、正面から見るとこんな感じ。なんて言うんだろうな、なんて言うんだろうね、こういうのってね。なんかちょっとシャレすぎててよくわかんないんだけど、名称が。だから正面からこう入ってくると、こういう風に観葉植物が見えの、まあ、竹壁途中だけどもおでこしデスクっていう、まあ、そういう流れになるね。こんな感じで、まあ、いいんじゃない、いいんじゃない、雰囲気的には。いいんじゃない。はい、ということで、あの、ど深夜なので声を小さめに、壁に植物生やしてみた完成でございます。これ制作費ね、実際のところ本当にめちゃめちゃ安く済んでます。観葉植物と裏の発泡スチロールの材料費ぐらいかな。あと枠は廃材なので、まあ、3000円でこれぐらいのインテリアの壁植物みたいなのを作ってみたという内容でございました。でね、まだおでこし完成見てないんで、喜んでくれると嬉しいです。どうでしょうか。あ、いいね。これここだったんだよね。綺麗。すごいね。このラズベリーもいいな。じゃ、星イカを飾っていい。あ、いいよ。これ。星イカ。じゃ、終わり。じゃね。残念、ちょっと。ご飯食べよう。いちご。